走れ葵チャンネルです。今日はですね、この前紹介しましたこちらのミズノのグローバルエリートの軟式用グローブを読み片付けしていこうと思います。早速準備をしていこうと思います。まず最初にですね、グローブをお湯につけるんですけど、お湯をもう準備してあります。はい、こんな感じで、だいたいお湯をですね40度から50度ぐらいのお湯に入っています。こちらにグローブを入れて、まずはお湯を染み込ませます。そこからグローブを揉んで叩いてやっていこうと思います。では早速やっていきます。はい、それでは早速ですね、グローブをお湯につけていくんですけど、一旦全部紐を全部ほどいてください。そこから、グローブをお湯に入れていきます。では入れていきます。だいたい10秒ぐらい入れますね。はい、そしたらもう出します。そしたらしっかりと、お湯を絞ってください。で、お湯を拭き取ったら、今度は叩いて形を作っていきます。まずはですね、最初に、硬い部分をほぐしていきます。グローブの硬い部分としまして、最初のこの土手の部分をまずはほぐしていきます。あとはこのですね、小指の部分と親指の部分をほぐしていきます。で、結構柔らかくしてくれという要望だったんで、まあ、いつも硬式をやるときは結構軽めにやってるんですけど、今回は少しいつもよりは固め、強めにやっていこうかなと思いますね。そしたら次に、硬いのはここの網の部分ですね。ここをほぐしていきます。そうしましたら、少し小指を、内側に入れていきます。はい、ここからはアフレコで声を入れていきます。基本的には親指と小指をまず関節をつけて、少しいつもよりは奥にポケットを作る感じですね。で、硬い部分をほぐして、あとはとにかく自分は叩いて形を作っていきます。いつもの場合は叩くポイントをもう少し右にずらすんですけど、この場合はいつもよりは少し左の奥の方に叩いてポケットを作っていきます。で、あと小指と親指を、入れる感じですね。で、叩いていく感じです。あとは時々はめながら、どのぐらい柔らかくなったかっていうのを確認して、やっていく感じですね。あとは硬いウェブの部分もほぐしていきます。そしたら途中から、グローブをはめた状態でどんどん叩いていきます。で、硬い部分とかを少しほぐしてっていう感じを繰り返していきますね。自分が読み片付けで気をつけてることは、あれですね、はめた時の感覚ですかね。はめてどこが硬いとか柔らかいとかあるんで、まあ、硬い部分をほぐしていくってところですかね。同じところを叩き続けてしまうと、そこだけ柔らかくなってしまったりとか変な形がついてしまうんで、時々はめながら確認して作っています。まあ、あとは本当に自分の目標としている型を目指して作っていく感じですね。はい、というわけで今読みをしたんですけど、だいぶ汗かきますね、やっぱり。今形をつけてだいたいこんぐらいまで形つきました。で、少しまだもうちょっと叩いていいかなと思うんで、撮影が終わった後にもう少し叩こうと思うんですけど、まあ、今形としてはこんな感じで、だいぶ柔らかくなりましたね。あとは、これから影干しですね。影干しをして、まあ、自分部屋に吊るすとこあるんで部屋に吊るして、完全に乾き切ってからまた、加工をしていこうかなと思います。途中経過も後で動画にしていこうと思うのでチェックよろしくお願いします。とりあえず今形としてはまあいい感じじゃないですかね。まあつかみ取りということであんまりこう広くしないでこういう感じで作りました。また途中で動画にしようと思います。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。ではありやした、ありやした。お前のことを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。